こんにちは、音符怪物くん音符です。ここに今あるのは、GWR503SD ですけれども、実はいつもはこっちの無線なんで、SD カードで使ってます。これだったらば問題なく起動すると思うんですけれども、こんな感じで今ちょっと起動さ、電源入ってますのでね、スイッチ入れました。普通に起動してくれてます。これはまあ待ち受け画面変えてるのでこんな感じになってますけれども、起動しました。じゃあちょっとここでですね、こちらの SD カードの、初期状態を一応もうバックアップは取ってあるので壊れても構わないですから、こちらに挿して起動するかどうか実験してみます。一旦電源を切りますね。503にちょっといたずらする、電源切って SD カード抜きます。で、これが A350α LS300 ですね。のウェーブ限定商品の SD カード入れちゃいます、もう。まあ、こんなことやっていいのかどうかわからないですけれども、さっきちょっとデータ見たら、なんか、バイナリーファイルまでは見てないんですけれども、すごい似てるので、なんとかなるんじゃないかなと思って。さ、スイッチ入れました。立ち上がったんですけれども、画面は表示されません。起動はしたんですけれども、画面は表示されないってことは、やはり、ダメだってことだと思います。さて、じゃあ、買った方まで一回も立ち上げてないので、立ち上げてみましょうか。さあ、SD カードは素直に、音のを挿してきます。さあ起動するか、初めての起動になります。お得意な画面ですね。まだ即位してないです。どのぐらいで即位してくれるんですかね。確かに部屋の中ですけれども、前はすぐ即位してくれたんですけどね、503SD は。即位してくれないですけど、立ち上がったので、まあいいとしましょう。じゃあ、あとはちょっとデータをね、入れ替えてどうなるかちょっとやってみたいと思います。はい、これがデータです。左側が A350α のこれバックアップ取ったデータそのままです。衛星をサーチ中です。衛星サーチ中、それは頑張ってサーチしてください。これ右側の方が、GWR503SD の、初期のデータですね。すごい、ホルダー構成は同じなんですけれども、あとは、要は常時バックアップっていうか、まあ、更新するデータを変えた時にどうなるかっていうのを試してみたいんですけれども、更新データが今ダウンロードできるのは、こっちのね、GWR503SD の方のデータはダウンロードできるので、ダウンロードしました。で、保存してありますので、新たにエクスプローラーで開いてみましょうか。保存してある、最新のデータを、新しい LS300 のウェーブ限定版に、ぶち込むなんか言っちゃいけないですね。入れてみて、どうなるか。要は、あとは、起動するための、システムのファイルはいじくらないで、更新ファイルだけをちょっと入れ替えてやってみます。これですね。
最新の更新ファイルがこれになります。8月のやつをちょっとふざけて入れてみましょうか。で、ここにできたので、はいはい、ここにできましたね。これをですね、そのまま上書きしちゃいましょう。公開取締り情報もダウンロードしたので、それもちょっと上書きしてみますね。どうせなので。まあ、これ、3500ちょっと違うな。あと、これがそうですね。PC いくつっていう、このやつ。25,375、同じだ。これ、更新できちゃうんじゃねえかな、もしかして。上書きしちゃいます?もう公開取締り情報もちょっと入れますよ、こうなったら。公開取締り情報はね、多分ね、変わんないと思いますよ。これはファイルサイズ変わっても当たり前なんですよね。刻々と変化してるものです。これは E ドライブで書き込んだので、消して、じゃあ、実際に機械の方を立ち上げますので、カメラの方に切り替えます。はい、ということで、こちらの方のカードの方を挿して、起動したらどうしよう。スイッチオン。この画面が出れば多分大丈夫だと思うんですよね。あとはこれを即位したらオンの字。それまでちょっとお待ちくださいませ。ちょっと時間かかったんですけどね、窓の近くに行って衛星読み込ましたら読み込みましたね。もう一度ちょっと起動しまして、一旦読み込めばもう早いと思いますんでね。はい、読み込んでます。即位してくれるかどうかなんですけどね。あ、だんだん読み込まなくなっちゃいました。ちょっと読み込ましてからもう一度来ますね。ちょっと席離れます。即位しました。今聞こえましたがね、即位しましたっていう声が、はい、でこんな感じで読み込んでくれました。ってことで、うまくいってしまいました。ただ、あと実際に走ってみてどうかっていうのはまだわかりませんので、それはいろいろやってみたいと思います。それより、あとは何かやることって言って、デモモード動くかどうかですね。デモモード動かしてみます。デモモードやってみますよ。動かねえかな。あ、デモモード動くよ。300メートル先、警察署です。一応デモモード動くってことは、これであれですね、レーザーとしてはこれ使えてるってこと。あとはバージョンとか見てみましょうか。じゃあファイル状況がどうなってるか、どういうふうに読んでくれてるか見てみます。ちょっと待ってください。もう一回今起動してますね。これバージョン情報、これバージョン情報見てください。これオービスデータ、入れたやつですよ。
読み込んでます。2019年8月実写データ2019年8月公開取締情報、これ今日ダウンロードしたんですけどね、今日25日なんです、これ撮影してるのは、8月25日、リアルタイム配信データっていうのは、ダウンロードしてないのでここは出てなくて平気です。地図データはなんか12月のがそのまま入ってたのをそのまま使ってますのでそのままです。プログラム、これがいいのかどうかは分かりませんけど、1.1-1903-1100 ってなってます。実際にこれで使えると思うんですけど、機能云々っていうのは一緒に今度並べてね、実際に走ってどうかっていうのをやってみなきゃいけないんですけど、それはまた時間のある時にやってみたいと思います。あとは、503の方に今度、実際に一番新しい、この、A350Aのデータを入れて起動するかどうかで実際に動くかどうか、そうすれば 503SD はこっちのデータを、新しい方のデータをダウンロードしたのを入れてやって使えばそのまま継続して使えるってことになります。ちょっと話がごちゃごちゃになりました。実験いろいろやっていきますので今後ともよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。